情熱価格です。そして私はチェックの柄を買います。それ視聴者喜ばないと思うんだけど。いいの、わかる。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。何これ。ユーレディの肉の工事、肉用です。はい、今日なんですけども、トミセレナーデさんとドリューバリネコさんを、あ、いい音だ。トミセレナーデさんとドリューバリネコさんをお迎えして、はい、なんとですね、ドン・キホーテ新宿店にやってまいりました、はい、今日なんですけども、このドン・キホーテで、はい、皆さんにね、おすすめしたいものをそれぞれ買い物をするっていう、いいですか。はい、2人とも詳しいんだよね、新宿店。あ、ね、私は2週間に1回は来てます。帰り道なんで。2丁目に行く前に寄ってます。ひとみさんはこの近所に住んでる。そう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 、ね、はい、ちょっと個人情報みたいな感じのことを言っちゃったんですけども、明け方のドン・キホーテのお客様が素晴らしいです。どういうこと。歌舞伎町が近いんで、いろいろな方が ね遭遇できます。私さっき同じこと言ったんだけど、やだドンチューブでもいいよ、食べりっぱなし。でもそれも含めてね、あのすごい楽しいし、でいつ来ても賑やかなお店なん で、ね、元気もらいに来るよね。24時間やってるし、じゃあね、まず順番はドリューさん1番、はい、でひとみさん2番、はい、で私が最後買い物という感じで、今日このドン・キホーテ新宿店でのお買い物を楽しみたいと思います。じゃあ、はい、よいしょ、イエーイ、レッツゴー。これ10万円ですか。何が10万じゃない、1万円。あ、1万円、あ、了解です。ちょっと番組の予算的に、あー了解です。あと1万円だそうです。買い放題。いきます。はい、私はいつも入り口から入って、このゴッソを毎回買っているので。毎回買ってそんなに毎回買ってます。鼻毛抜きです。鼻毛ってでもあった方がいいんじゃない。あった。でも最近もうマスクしてるので。あ、そうか、マスクしてるから。そうそうそう、これを買います。はい、ゴッソを買いました。じゃあ次はこっちです。いや、同じの買ってんだけど、さっき私買ったんだけど、まあいいや。なんと、私もこれを買っちゃいます。ナンバーワンです。リアップね、リアップ、リアップです。リアップの、やだな、同じの買ってんだけど。なんと、私はここの、あ、何すごいね。私は汗が臭いので、セッシュを買います。すぐ、はい、こっちです。はい、来てください。もうなんか経路決めてたの。そして私はこのリーズナブルなこの石鹸、固形の石鹸6個入り、これが大好きなのでいつもこれを買ってます。私こっち使ってる。ラックスでしょ。そうそう、これね、あ、あ、これも、ね、これ私はこっちは黒が好きなの。なんと黒が好きなの、これこそ。なんと、あ、そう、なんと、すごいね、買うもん決まってんだね、はい、どんどん。この近くにあるんですけど、決まってんのよ。なんとこの酸っぱいマン、いつもこれ酸っぱいマンを買ってます。ドンキはいつも酸っぱいマンの品揃えがいいので、この酸っぱいマンおすすめです。そうなんだ。酸っぱいマンって何なの。梅干しを乾燥させて、そのまま食べるし、甘じょっぱくておく。種も入ってる。種も乾燥してそのままパック。種食べれるの。食べれます。全部飲み込めます。え、種も食べれるのこれって。はい、じゃあこちらです。あ、すごいわね、もうキビキビ本当に。後輩のパッチーさんがスルメが好きなので、スルメを1個お土産で買っていきたいと思います。お土産なのね。ドンキ情熱価格です。結構値段するのね。1580円の。でも情熱価格です。まあでも実はスルメって結構高いんだよね。そうです。そしてこの蜂蜜レモンが欲しかったのでずっと目をつけてたので今回買いたいと思います。あ、いつもなんかゆずちゃを買うんですけど、ね、蜂蜜レモンを買いたい。最近ね、なんかね、レモンの加工食品が流行ってんだって。あのなんかね、ポッカ大道か、ポッカ大道ってポッカ100レモンって出してるんだ。 あるで、なんかあれめっちゃ売れ行きがいいんだって。あとキレートレモンとかも、そこのここのメーカーの美味しいのって買っちゃいます。どこのメーカー、なんていうメーカー。か読めないです。ローカンだから読めません。読めないです。わかんないけど、ドンキのこの辺り言ってます。
何？紅茶が大好きなので。え、紅茶好きなの？はい、この紅茶かっこいいで、サンキュッパです。安いね。サンキュッパ、やっぱ柏原芳恵リスペクト。紅茶の美味しい喫茶店です。あ、わかる。そして、はい、ここのドンキさんはちょっとバラエティグッズもいっぱいあるので、入ってる。ここの安価なウィッグもあるので。安価っていう、安価って言い方は何？安価なウィッグもあるので、後輩のために1個。え、9月またパッチーがバースデーなので、ここで抑えたいと思います。パッチーはボブが好きなので。ボブ？今回はちょっとリーズナブルな、これかな。え、これそれ、それね、これ良くない？メンズジャケット女装でも、まあでもパッチーに合うかも。あれはちょっと高級なのがいいかな。ちょっと予算は守ってくださいね。はい、守ってます。サンキュッパ、これいけるかな。どっちがいい？パッチー左側の方が面白いかも。左の方が、うん、あ、メンズの方。あ、そうか、左っつうか、あ、そうそう、メンズじゃない。じゃあこっち。あ、こっちの方がいいんじゃない。こっち。あ、どっちがいいの、ドリューさんは。ドリューさんが決めないよ。でも予算的に考えると、うん、こっちにしよう。あ、そちら。じゃあそれにしましょう。で、私あと1点ちょっと。あと1個。あと1個早くない？ちょっと次はこれ、富さん2枚これプレゼントでいただいたので、これもおすすめです。4つ入りで、これなんと2590。いや、別に普通の値段じゃない。だ、4つ入りよ。そして私は、うん、すごい。夏場はトランクス派なので。トランクス派なの？そういう情報いらないんだけど。このチェックの柄を買います。それ視聴者喜ばないと思うんだけど。いいの、私のためだけに買いたいから。でもまあ男性視聴者もいるかもしれないから。そう、おすすめで 3L まである。個人情報だからいいんじゃない。ね、じゃあ結構終了。もう終わりなの？早い。一番ドリさん、一個水買っていいですか？どうぞ。あ、お茶、お茶も買っちゃいます。これ情熱価格。情熱価格。じゃあ今から生産してもらいます。これ祈ってた方がいいんだよね。なんで祈ってんの？じゃあ1万円になると買えないでしょ。そう、1万円超えるとダメなの？まあでも1万円以内でっていう条件だから。減らされるんじゃね。そうね。あそこにコンドーム売ってんだ、あれ。やめてー。あ、ごめんなさい、知らなかった。最後、お客さんがあれ、あれでって言って、茶色の袋に入れてパッて入れてくる。そうなんだ。あっ、ちょっと超えてんですけど。ちょっと。超えたね。超えちゃったね。ゴーストやめます。あ、やめるの？そこだ。よし、あ、もう、これまだ入れてないですけど。やめます。あ、でもそれ いけるんじゃない。あ、それやっぱ D アップ入れてください。 D アップ入れます。お客さんが、あ、来た来た来た。黒お願いします。安価なやつで。安価なやつで。安価って言葉すごいいっぱい使うね。いやー、あ、カードでいいです。で、あの領収書いかなかったね。すごい減らしたもんね。じゃあ諦めたのは、諦めたのはボスト。じゃあ何個買ってるし。あー、すごい、素晴らしい。マイペースね。袋詰め始めて。わかる。じゃんじゃんじゃん。すごい。じゃんじゃんじゃん。じゃんじゃんじゃん。じゃんじゃんじゃん。これ彼氏のです。嘘です。彼氏のです。嘘です。なんで今2回やったの？いや、言いたかったから。全然意味がわかんないんだけど。ごめん、なんかもう、はい、ほら、袋もぴったり。さすがドンキのお姉さん、いいサイズを選んでくれました。はい、じゃあ、はい、ドリューさんのおすすめは終了です。おすすめ何だったの結局？え、全部よ。全部、あ、全部これです。あれ、違う、これ多分これに合うと思う。合います。あ、これはダンブラドリアオーヨ。違う違う、高いのかわかんない。安価って何なの？